阪神競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ花を切るのはどの馬か。モータードラント前に行きそうです。サベラウイン、それに続いています。さらにはフォーマルバリア、1番大気ブリーヌ、その後ろ、その外に日高ボンバイ、並んで8番レッドダイナソア、これに続くのがボタンサーチ、エンマドリーマー、そのうちに続いています。1番人気のティグレスコーブ、現在馬群の中ほどにつけています。すぐ後ろにカウンティファイル、内からはクレピナヘール、その外からアグネススウォーズ、その隣にナスラムバニー、すぐ隣にリーピングドイリー、その横にアドマイヤローディズ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前はレッドダイナソア、まだ粘っています。2番手は日高ボンバイ、モータードラント、3番手ティグレスコーブ、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ先頭はレッドダイナソア、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わったティグレスコーブ、1馬身から2馬身引き離す。天馬ドリーマー懸命に追いすがります。残り 200m、 先頭は依然としてティグレスコーブ、2番手は天馬ドリーマー、ティグレスコーブ差を広げる。先頭はティグレスコーブ、1着でゴール。ティグレスコーブ1着、2着は天馬ドリーマー、ティグレスコーブ見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。中山競馬場ダービー馬メジロトリート、秋初戦、久々とはいえここは負けられないところ。スタートしました。ポンと飛び出したのはオリーブタップス、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくオリーブタップス行きました。続いて前へ行くのはイソノザギザ、さらにはフライプリンス、11番エンマールゴンキン、その後ろ、その隣にバッフドアルペン、すぐ後ろにオールマイダンス、赤の帽子アドマイヤーオール、その後ろイグリッドリング、すぐ後ろフォースパーチ、そのうちに続いています。後ろからの競馬になりました。メジロトリート、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。すぐ後ろにトムプロディース、並んで4番明治ガルダン、その外からオーピーキーナー、これに続くのがブラブネスギルズ、並んで16番サンパスミネソタ、内からはエルフェム、最後方にアドマイヤグリーン。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。17番オリーブタップス、リードは1馬身から2馬身、これに続いてイソノザギザ、少し開いてバッフドアルペン、1番人気のメジロトリート、現在先団に取り付いています。さあ先頭はまだ漆黒の馬体オリーブタップス、オリーブタップス後続を引き離す。2番手のイソノザギザ、先頭を捉える勢いです。間を挟んでエンマールゴンキン、3番手大外からオレンジの帽子メジロトリート、伸びてきたオリーブタップス先頭、あと 200m、 一気に後続がやってきた。エンマールゴンキン必死に追う、一気にエンマールゴンキン、メジロトリート、エンマールゴンキン迫る、並んでゴールイン。 1,2 着争いは接戦になりました。大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。